はい、立東市の皆さん、こんにちは。自然素材の住まいづくりをしております、ベストハウスネクストの吉本です。今日はですね、いつものこの業界誌を、朝から少し読んでおりましたけども、この温活のおすすめというね、女性が2人でこう対談している、内容がありました。この中で、昨今の北海道の地震とか、で311の地震の時に、いろんな暮らしをされてたんですけども、高機密のお家は、ね、避難所にもなってたという記事だったんですね。電気とかですね、ライフラインが止まった時でも高断熱のお家ですと家の中が何もしなくても、暖かかったと。ですので周りが寒い寒いと言ってこう大きな体育館とかですね、寒いですよね、屋根が高くて、あるところに集まってたんですけども、被災をしていない高断熱住宅のうちでしたら、普通にコーヒーを飲んで、普通に暮らしていたということが書いてございました。こういったものを読みますとね、やっぱりこれから私たち、一応今は高断熱住宅をずっと、昨年はもう標準的に使っておるんですけども、改めてやっぱり大切なことだなと思っております。こんな内容もね、またブログかなんかで、まとめて紹介できたらなと思いますので、また時間があればね、書いていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。